マン県、マンシュ県は、フランスのノルマンディ地域圏の県である。マシュ県は、カルバドス県、オルヌ県、マイエンヌ県、ビルイコールエイコールビレーヌ県と接している。コタンタン半島を含み、西部、北部、北東部は、イギリス海峡、フランス5名、マシュ海峡面市、海岸線は約3 5 0トルである。地政学上、万首県は、 アルモリカ3階と繋がっている。イギリス海峡によって土壌が分断されており、本質的には、ノルマンのボカージュ、小さな森林や牧場、農地のある混合農地に統一されている。北西から南東には、アーグミサキ、セールや地タ、バロネのボカージュ、ヒラノ、クタンス地方、サンイコールロワ地方、アブランサム地方がある。人口の多数が、 農業に従事する。3、イコールロー地方やシェルブール以外では、小さな都市や大きな市場町が網目状に連なっている。1790年2月26日、憲法制定国民議会が17世紀半ば以降、すでに名前が確定されていた満州海峡にちなんで県名を決定した。満州、満州は一般名詞では袖を意味する。 マンシュ圏一帯に最初に定住したのは、ケルト系のウネレス族とアブリンカテス族であった。この地域は、ウィリドリクスの軍と戦っていたローマ軍に征服された、紀元前56年。867年には、ブルターニュの王国の一部となり、933年に、ノルマン人が一帯を征服した。1204年、フィリップ2世軍が侵攻し、アングロノルマン諸島、 現在のチャンネル諸島を除いた一帯をフランスへ、併合した。将来マ満主県となる一帯は、ガリア人の王国である、コタンタンと、アブランさんに二分されていた。アンシャンレジーム時代のマ満主県は、数々の戦争や、反乱の舞台となった、百年戦争、公益同盟、1793年、バンデ反乱時のグランビル包囲。普通英館の十八世紀の敵対関係が、二つの、 港の発展をもたらした、軍事基地の置かれたシェルブール、海賊の本拠地であった、グランビルである。マンシ首県は1790年3月4日、かつてのノルマンディ州の一部トカーン行政区を元として生まれた。県庁所在地は最初、クタンスに置かれたが、1796年にサンイコールローへ移された、軍庁所在地変わらずに、クタンスに置かれた。クタンスは、 第二次世界大戦で都市機能を破壊されたサンイコールローに代わりサンイコールローの再建が完了するまで一時的に県庁所在地となった。1956年万市県はバスイコールノルマンディ地域県へ行政上統合された。19世紀に万市県で産業革命が始まったが県は農業県としての特性を維持し続けた。製鉄業の発展 そして農産品の生産と輸出が県の主観産業となったドイツ軍は1940年以降大西洋の壁を建設してイギリス海峡沿岸の防衛を強化した1944年6月のノルマンディー、上陸作戦がコタンタン半島東岸のユタビーチにおいて行われたコブラ作戦このように第二次世界大戦の激戦区であったマンシ県の 数多くのコミュームは、市街の80%から90%が破壊された県庁所在地であったサンイコールローは廃墟の都と呼ばれた。1945年から1960年の間、人口の回復と急速な都市再建が進んだ。県の三方を海に囲まれているため、万首県は海洋性気候である。冬は温暖で、 アークミサキイメンしたボカージュの1月の平均気温は、摂氏4度から摂氏7度あり、霜が降りるのは稀である。夏の気温も、約摂氏17度と過ごしやすい。従って、沿岸での霜の時期は6日を超えない。3イコールローやモルテネでは54日間と厳しい。1日の気温の振り幅は、冬季の沿岸で摂氏4度なのに対し内陸では、摂氏7度。 夏季の沿岸で摂氏5度なのに対し内陸で摂氏12度である。降雨量は重要であるが、地方によって多したようである。年間平均で1ミリメートル以上の雨が1020日から160日降る。沿岸では700ミリメートルなのに対し南部のボカージュでは1200ミリメートルとなり、しばしば霧雨となる。コタンタン半島西岸と北岸は、 海からの湿った空気の恵みがもたらされる。日照量が地中海や熱帯よりを取るのに、ミモザ、ヤシの木、リュウゼツランといった植物の植生が見られるのである。海風は、一日の間に素早く変わる潮目に影響され、定期的に沿岸部に吹きつける。強風、または嵐は珍しくない。満首県はフランス第一位の農業県である。主として畜産。 牛、羊、果物、リンゴ、野菜、人参、リーキ、カリフラワーが挙げられる。シェルブールイコールオクトビルは重要な港である。漁業、リゾート、海上交通、軍事、造船業。原子力産業も重要である。満州経済は、海水浴や季節観光といった観光業にも依存している。1801年には、県人口が、 約53万人、19世紀半ばには約60万人に達した。しかし1871年には約54万人、1891年には約51万人となった。これは死亡率が出生率を上回ったこと、農民の逃亡が原因であった。1968年には、 約45万人となり、1999年には48万人に達した。その後年約0.24%の伸びのまま停滞し、2007年には約48万9500人であった。これは高齢化が原因と分析されている。若者が職を求めて県外へ出るため、人口の転出入バランスと年代別の人口バランスが崩れている。 人口1万人を超える都市のスプロール現象のため、農村部や特に沿岸部のコミューンはその人口を失っている。アブランサン地方やクタンス地方は、モルテネやコタンタン半島に比べると人口バラスが堅調である。住宅の不足及び経済問題はシェルブール都市共同体の中での転出を生み出している。参照元、スプルフエアイエンスイーポアレアネ2006へ2007。 カトリック教会のクタンスシ教座が置かれている。モンサン・ミッシェルは有名な巡礼地である。また県内には数多くの修道院が存在する。カトリック教徒が県内で多数を占める。2006年の調査では満州県民の75%以上がカトリック教徒であった。イスラム教徒人口は1%に満たない。満州県のプロテスタントはカーンの長老会議に属している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。